どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、こちらのマリオットボンボイプレミアムカードありますよね。2023年、私ね、メインカードを利用させていただいたわけなんですけども、本日の動画ではマリオットボンボイアメックスプレミアムカード徹底解説2024年度版ということで、動画ね、やっていきたいなと思います。 ということで、このね、アメックスのクレジットカード側のね、特典っていうのはね、そんなにあの、クレジットカードなんでね、そんな頻繁に変更はないんですけども、一部ね、マリオット側の方でね、変更になる部分がね、結構ありましたので、今回の動画では、基本スペックからですね、2023年からね、今までにかけて変更になった部分とかもね、合わせて解説ね、やっていきたいなと思いますので、これからね、発行検討されている方、マリオットボンボイプレミアムカードね、保有されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただいい あければなと思います それではまずね、基本スペックから見ていきたいなと思うんですけれども、マリオットボンボイプレミアムカードということで、件名はこちらですね。で、年会費が49,500円ということで、結構高いね、クレジットカードという風になります。で、家族カードの年会費が1枚無料、2年目以降24,750円という風になりまして、還元率が100円決済に対して、マリオットボンボイポイントが3ポイント貯まります。で、ホテル利用していただくと、100円決済で6ポイントが貯まって、貯まるポイントはマリオットボンボイポイントが ままります。で、有効期限に関しては、加算があればね、都度延長っていうふうになっておりますので、まあ、このクレジットカードをね、定期的にね、使っていけば、実質無期限でね、利用することができます。で、ポイントの価値なんですけども、マリオットボンベポイントっていうのは、基本的に0.5円からまあ1円、まあ1円以上でね、利用できるっていうこともございます。で、マイルの交換レントは3ポイント1マイル。こちらが基本になるわけなんですけども、6万ポイント一気に交換していただくと、一部のね、航空会社を除いて、 で、2万5000マイルにね、交換することができますので、マイルの還元率は1.25%っていう風になります。ですので、ANA も JAL もですね、還元率は1.25%ということで、非常に高いね、還元率っていう風になります。で、このクレジットカードね、発行していただくと、発行していただいただけで、マリオットボンボイのゴールドステータスになることができます。で、更新特典ということで、カードを更新すると宿泊実績は15泊もらえて、またね、 年間決済額と更新特典ということで、年間150万円決済していただいて、カードを更新していただくと、無料宿泊特典ということで、一括5万ポイントのね、無料宿泊がもらうことができます。で、もう一つですね、年間決済額の特典ということで、年間400万円決済していただくと、マリオットボンボイプラチナステータスになることができます。で、空港ラウンジ特典ということで、同伴1名ね、無料で利用することができて、海外旅行保険は利用付帯また、キャンセル、ショッピング、オンライン、リターン、 スマートフォンプロテクションねすべてついておりまして帰国時手荷物宅配サービスということで海外旅行から帰ってきた時にですねこの対象の空港で無料で1個ね送ることができますで国際ブランドはアメリカンエクスプレスということで一応ねその他のところに入れさせていただきましたけどもリッツカールトンとかセントレジとかでね2百二連泊ね利用していただくと100ドル分のねホテルクレジットがねもらえたりするんですけどもまあこちらはね結構ね高額であんまり利用する人ねいないかな ななんんてていいうううにに思うんですすけどもも、まあ、こっったたね特典もあるっていた感じになりますはい、ということで、まあ、こういった感じでね、基本スペックあるんですけども、一つずつね、細かく紹介していきたいなと思うんですけども、まずね、年会費が49,500円ということで、家族カードね、1枚まで無料で発行することができます。で、このね、マリオットボンムプ,プレミアムカードっていうのは、150万円で、 無料宿泊もらえますよね。で、またですね、年間400万円決済していただくと、マレットボンボイのね、プレチナステータスがね、獲得することができますよね。この家族カードはね、1枚無料になることによって、本会員と家族会員の方ね、利用金額を合算して、400万、150万円ね、利用していただければ、この特典がね、もらえるっていうふうになりますんで、家族カードが1枚ね、無料で利用できるっていう点はね、非常にいいですよね。 で、たまるポイントがマリオット・ボンボイ・ポイントが貯まるっていった形になります。で、このマリオット・ボンボイ・ポイントっていうのはですね、まあ、このマリオット・ボンボイっていうのはホテルグループっていうふうになりますんで、マリオットのね、 ホテルで無料宿泊ね、利用することができますし、ポイントをね、マイルに交換することもできます。まあ、それ以外にもですね、ホテルクレジットとかね、あの iPhone とか家電とかにもね、このマリオットモブポイントってね、使うことができたりするんですけども、まあ、レートがあんまり良くないんでね、基本的にはホテルに利用していただくか、マイルに交換していただくのがね、おすすめっていった感じになります。で、ホテルでね、利用していただく場合は、だいたいね、0.5円から1円、まあ1円以上でね、利用することもできるっていうふうになります。 で、またですね、で、このね、マリオット・ボンボイ・ホテルはですね、日本国内に90ぐらいあるっていうふうになっておりますんで、ヒルトンホテルとかにね、比べると、マリオット・ボンボイ・ホテルってね、非常に多くね、あるっていうふうになりますし、またね、世界各国にもね、えー、このマリオット・ボンボイ・ホテルね、あるっていうふうになりますんで、 このマリオットポイントね、たくさん貯めていただいて、まあ、海外旅行のホテルとかでね、あの無料宿泊するみたいな、まあ、こういった使い方がですね、今ね、円安っていうのもありますので、非常にお得でね、おすすめポイントっていうふうになります。このね、マリオットボンボイのホテルプログラムではですね、ポイントで5連泊ね、していただきますよね。 そうすると5泊目がね、無料になる特典があるんですよね。2023年の年明けとか私ね、ニューヨークでこちら利用させていただいたんですけども、このマリオットポイントをね、すごいたくさん食べて一気にね、使って5連泊をね、ポイントで利用するっていうのはね、非常におすすめっていう風になります。で、このね、マリオットボンボイポイントの、えー、ポイント宿泊なんですけども、2023年まではですね、ポイントがなくても、ポイントアドバンスっていう制度があって、 予約しといてですね、後からポイントを用意するみたいな。まあ、そういったね、制度があったんですよね。非常にね、便利で良かったわけなんですけどもえ、昨年ね、終了してしまったっていう風になりますんで、もうね、ポイントを、あの、あらかじめ持ってないとですね、予約することがね、できなくなってしまいました。これね、非常に便利だったんでね、残っててほしいなと思ってたわけなんですけども、残念ながらね、えー、終了してしまいました。で、このね、ポイントっていうのはですね、基本的にブラックアウトが設定されてないんですよね。枠さえ 空いていればいつでもねこのポイント宿泊っていうのは利用することができて 年末年始とかね、まあこういったところも利用することができるっていう風になります。で、これホテルによってはですね、大晦日一泊だけ開放してないみたいな、まあこういったホテルもありますんで、もしね、このホテルで宿泊したい、だけど大晦日のね、ポイント予約が空いてないみたいな時は、まあ一泊じゃなくて2泊とかで検索するとね、出てきたりもいたしますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。で、次にですね、ポイントをマイルに交換する場合なんですけども、 6万ポイントをね、一気に交換していただくと、2万5千マイルにね、基本的に交換することができます。ですので、ANA マイルにも、JAL マイルにも、シンガポール航空のマイルにも、アラスカ航空のマイルにもですね、6万ポイント一気に交換していただければ、2万5千マイルに交換することができます。ですけども、こちら2022年だったかな ちょっと時期はね忘れてしまいましたけども一部ね対象外のね航空会社がね、えー、導入されましてデルタ、アビアンカ、アメリカン、ダイカンこのね航空会社のマイルにはですね6万ポイントを交換しても2万マイルにしかね交換することができなくなってしまいましたでまたですねユナイテッド航空はですねマリオットボンボイと独自に提携を組んでおりますので6万ポイント交換すると3万マイルにね交換することができるようになりましたこちらね去年の3 月月か2月か2ねそこら辺からね導入されたわけなんですけども6万ポイント交換するとユナイテッド航空のマイル3万マイルにねしかも即時で交換することができるようになったっていうふうになりますんですよねですのでユナイテッド航空のマイルをね貯めるクレジットカードとしてもこのマリオットボンブープレミアムカードっていうのはね非常におすすめっていうふうになります。 で、ユナイテッド航空はね、即時交換っていう話をさせていただきましたけども、それ以外の航空会社だとたい7日から10日ぐらいね、交換するのにね、期間かかるわけなんですけども、ユナイテッドの時はね、本当に即時交換なんで、マリオットボンボイポイントがある状態で今日どっか行こうかなみたいな感じでユナイテッドに交換して、ユナイテッドはね、当日予約もできるっていう風になりますし、 a いのね、特典航空券とかも発見することができますんで、今日交換してそのまま利用しちゃうみたいなね、まあそういったことも利用することができるっていうふうになります。で、マイルのね、交換の、えおすすめの交換先なんですけども、 ANA, JAL, United 航空 Air Canada, Alaska 航空アメリカン航空。まあ、ここら辺をね、私はお勧めさせていただいてるんですけども、まあ、必要マイル数の詳細はですね、行きたい場所ね、人それぞれ違うと思いますので、まあ、こちらの動画でね、まとめ、動画出しておりますので、こちらの動画ね、ぜひ参考にしていただければなと思います。で、これからね、マイルを貯めたいっていう方で、まあ、どのマイルをね、貯めればいいのかって悩んでいる方は、私のね、LINE 公式アカウントでマイル診断もね、始めましたので、こちら概要 載せておきますんでねぜひこちら、えー、無料で利用することができますんでね。ぜひチェックしていただければなぁと。 思います。それでは次にですね、マリオットボンボイホテルに宿泊して、マリオットアメックスプレミアムカードで決済した場合のポイントの貯まり方なんですけども、こちらね、非常に分かりづらくなっておりまして、まずね、マリオットアメックスプレミアムカードっていうのは、マリオットホテルで利用していただくと、100円で6ポイント貯まるクレジットカードっていう風になるんですよね。で、もう一つですね、マリオットボンボイのホテルプログラムでは、1米ドルごとに10ポイント貯まるんですよね。で、またね、マリオットアメックスプレミアムカードを発行していただくと、 とゴールドステータスになりますよね。ゴールドになると25%増量とかねされるんですよね。 ですので、1ドル、1米ドルあたりですね、12.5ポイント貯まるわけなんですけども、この最初に言ったね、マリオッタアメックスの100円です、6ポイントっていうのは、全部の合計金額から100円で6ポイント貯まるっていうふうになっておりまして、あとのホテルプログラムの1ドル米ごとに12.5ポイントっていう方はですね、こちらはサービス料とか税金とかね、抜いた金,金額に対してもらえるっていうふうになりますんで、非常に複雑になってるんですよね。で、これね、 あの、一応知っといて欲しいんですよね。というのも、宿泊した時のね、ホテルの付与ポイントって、あの、間違われることね、あるんですよね。 ですけども、ご自身で計算ができないと、間違ってるか合ってんのがもうわかんないじゃないですか。まあ明らかに少なかったらね、まあ多かったりは別にいいんですけども、明らかに少なかったらまあわかるかなとか思うんですけども、まあこれね、わかんなかったりすると、まあそのままね、あの気づかないっていうこともありますので、まあ、こちらもね、私は LINE 公式アカウントで、ホテルのね、宿泊した際のポイント計算ツールね、出しておりますので、まあそちらね、ぜひ参考にしていただいて、利用ね、していただければなと思います。こちらもね、無料で利用 することできますんでまぁ、あ、ちゃちゃっと入れていただければねだいたいポイント出るっていう風になりますんでまぁ、あ、それに合ってればね間違ってる間違ってないで、ねえー、見れると思いますのでこちらの、ね、ヒルとマリオと両方とも出してますんでねこちらもねぜひ利用してくださいそれでは次ですねマリオとアメックスプレミアムカードはですねアメックスが発行しているクレジットカードっていう風になりますんでポイントが半減する利用先とポイントが全くつかない利用先っていうのが あるんですよね。こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思うんですけども、まずね、ポイント付与対象外の加盟店がこういった形になります。NHK とか楽天入り、モバイルスイカイコカえモバイル以降か、Apple Pay7 個、モバイルパスも和音チャージとかね、あと寄付団体とかね、それ以外もイデアとかもダメなんですけども、まあこういった感じでですね、ポイントが一切つかない利用先が ございます。で、またですね、もう一個、200円で1ポイントの利用先ということで、マリオットアメックスプレミアムカードは100円で3ポイント貯まるクレジットカードなんですけれども、 半分になるっていう感じですね。200円で3ポイントっていう風になります。これの加盟店がこういった形になっておりまして、電力会社、ガス会社、水道局、えー、税金、国民年金保険料とか、まあそれ以外にもね、アマゾンペイとか、au ペイ、web、えー、マネー、evering、キャッシュ、d 払い、b4 さんといった感じ。あとね、病院とかね、郵便局の窓口とかもね、ダメなんですけども、まあこういったところもですね、すべてね、200円で3ポイント計算っていう風に、 なります。で、先日ね、こちらの動画で出させていただきましたので、気になる方はね、こちらチェックしていただければなぁと思うんですけどもえ、モバイルスイカイのね、チャージ方法でポイントをね、満額取る方法は今はね、ないんですよね。ないですけども、まあ、いろんな還元をね、あの、含めてお得にチャージする方法っていうのはねえ、ございますので、ぜひね、気になる方はこちらね、チェックしていただければなぁと思います。で、またですね、PayPay ペイペイってありますよね。 クレジットカードは使えないけど、ペイペイが使えるっていうお店あるじゃないですか。まあこういう時にね、アメックスって利用することができなかったりするんですけども、まあそういう時にね、おすすめなのは、こちらのね、B43 っていうプリペイドカードですね。こちらアメックスからチャージすることができて、またね、ポイントは半分になってしまうんですけども、まあ 3D ュアもね、対応しておりますし、何よりね、このプリペイドカード、無料で発行することができるんですよね。無料で発行できて 3D セキュア対応してますので、 ペイペイにね、登録していっていただければ、アメックスからね、ポイント半額になりますけども、アメックスが使えないところでも、まあ、完成的にね、ポイントを取って、ペイペイでね、支払うことができるっていうふうになりますんで、こちらのね、B4 さんもおすすめっていうふうになります。で、チャージでね、ポイントを取れる先っていうのはないのかっていう話なんですけども、こちらはね、マイザー社長がね、発行しているありがとうバンクカード。まあ、こちらだけね、私が知る限り、アメックスからのチャージでね、ポイント満額取れるっていうふうになっておりますんで、あの りりカードドはねねね対応してなないいのでで全部スライっっったり、ねま、たた、ね、ま発行手数料に900円ぐらいかかっちゃすするんですけども一応ね、一応ね、こちらのありがとう版カードに関しては、今現在ね、チャージで満額取れるっていうふうになりますんで、まあこちらもね、ペイペイにあの 3D 席はないんでね、月5000円までしかね、あの使うことはできないんですけども、一応あることはあるんですけども、まあ発行手数料900円かかるんでね、まあほとんどの人は発行してないと思うんですけども、一応これだけね、あの利用することができるっていうふうになります。 それでは次にね、国税の支払いについてなんですけども、2024年の1月1日、もうね、こちら適用になっているわけなんですけども、300万円以内のね、国税の支払いに関しては、ポイントが200円につき3ポイントね、付与されます。ですけども、300万円以上のね、決済に関しては、 ポイント付与対象外っていう風になりますんで、こちらね、2024年1月1日よりね、変更になりましたので、国税の支払いね、あの、控えてる方で、今までずっとね、マリオットで決済してたよっていう方は、注意ね、しておいていただければなと思います。300万円以上の決済に関してはですね、一切ポイントもらえないっていう風になりますんでね、これはね、ちょっともったいないんで、まあできればね、あの、アマゾンギフト券購入していただいてね、アマゾンペイでね、あの、支払っていただくのがね、いいのかなと思います。 それでは次にホテルステータスについてですね。マリオットアメックスプレミアムカードを発行するだけでゴールドステータスになることができます。ゴールドステータスになるとね、こういった特典が利用することができて25、25%ボーナスポイントをもらえたり、エンハンストルームということで、いい部屋にね、アップグレードがいただけます。またね、午後2時のレイトチェックアウトがね、利用することができるということで、まずレイトチェックアウト午後2時まではね、非常にあの、おすすめのね、特典っていうふうになります。まあこちらね、空室状況によりますので、 ので利用できるかの有無はねあのホテルの混雑状況によるわけなんですけどもこういった特典がありますで、アップグレードに関してなんですけどもまあ、前身のね SPRG Amex の頃からそうなんですけども非常にこちらねクレジットカード自体はね、保有されている方が多いです ですので、ゴールドステータスの方がね、まあ、ほとんどだと思っておいた方がいいと思います。ですので、アップグレードはね、ほとんどないと思ってた方が、まあ、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。もちろんね、あの、換算金にね、利用していただければ、アップグレードされることはね、あるかもしれないんですけども、まあ、あんまり期待しない方がね、いいのではないのかな、と思います。で、次にですね、年間400万円決済していただくと、プラチナステータスになることができますよね。 で、プラチナステータスになるとね、こういった特典が利用することができて、ポイントが50%アップしていただいたり、アップグレードがスイートルーム対象になったりいたします。で、またね、ウェルカムギフトということで、ポイントとかね、朝食とか、そういったものも利用することができるんですよね。 でまずね、スイートルームのアップグレードなんですけどもこちらね先日動画で出したらした通りまああることはあるんですけども毎回のようにねスイートルームにアップグレードされるみたいなねまあそんなことはございませんのでこちらもねあったらいいなぐらいでねあんまり期待しない方がねいいと思いますで次にね朝食に関してなんですけども朝食はホテルブランドによって異なりますすべてのねマリオットボンボンホテルで利用することができるわけではございませんのでこの点はね注意してください リッツ・カールトンとかね、エディションとかね、ここら辺の高級ホテルに関しては、プラチナステータスであってもですね、朝食ね、利用することができません。有料対応っていうふうになります。またね、ホテルブランドによっても、あの、利用することができなかったりいたしますので、まあ、こちらもね、詳しいこと知りたいよっていう方は、LINE 公式アカウントからね、一覧出しておりますので、ぜひね、チェックしてください。で、次にね、クラブラウンジなんですけども、 このプラチナステータスになるとね、エグゼクティブクラブラウンジっていうのが利用することができます。まあ、ソフトドリンクとかね、夕方以降になったら、まあ、お酒とかもね、利用することができる場合があるんですけども、このエグゼクティブクラブラウンジも、まずね、ラウンジがあるホテルとないホテルがございます。で、またね、海外にもね、このラウンジがあるホテル、ないホテルね、まあ、あるわけなんですけども、海外ホテル、まあ国内もそうなんですけども、まあラウンジの有無であったり、ステータス特典とかね、まあこういったものを知りたい場合は、 カード裏面にね、マリオットボンボイデスクのね、レア番号が書いてありますので、まあ、こちらでね、聞いていただくのが一番おすすめっていうふうになります。こちら聞いていただくとですね、ホテルにね、直接連絡していただいて、まあ、ホテルの方からね、あの、特典ね、メールでもらえるっていうふうになりますんで、このね、コロナが始まった頃からですね、ラウンジ用の、ね、記載があって、実際行ったらラウンジ閉まってるみたいなね、まあ、こういったこともございましたので、まあ、問い合わせていただくのはね、あの、確実かな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、レイトチェックアウト16時に関してなんですけども、マリオットボンボイのね、ロイヤリティプログラムでは、プラチナステータスのレイトチェックアウト16時っていうのは保証されております。こちらね、保証はされているんですけども、プラチナになるとね、アップグレードがありますよね。これを受けてしまうと、この16時の保証っていうのは外れてしまうんですよね。ですので、アップグレードを優先するのか、レイトチェックアウトを優先するのか、まあ、この点ね、選んでいただいて、ホテルの方にね、伝えて、 で、このね、レイトチェックアウト16時っていうのをですね、プラチナステータスで保証されているわけなんですけども、ホテル側がね、知らない場合もございますので、まあそうなるとね、ちょっと揉めちゃう部分も出てくるかななんていうふうに思うんですけども、まあ一応ね、規約で保証されていることをね、伝えるのはね、別に問題ないかななんていうふうに思いますので、一部ね、対象外のホテルもあるんですけども、この点もね、覚えておいてください。それでは次にですね、カード更新と、えー、決済額の特典ということで、年間150万円決済した役 と5万ポイントの無料宿泊特典が。 もらいます。で、こちらに関しては、マイルにね、交換することができません。で、もらえる時期はですね、カードを更新して、まあ、大体2ヶ月ぐらいにね、付与されるっていうふうになります。で、またですね、1万5000ポイント、自腹でね、足して、最大6万5000ポイントまでのホテルでね、利用することができるっていうふうになります。まあ、年会費はね、4万9500円ということで、手出しで1万5000ポイントもね、出してしまったら、さらにね、あの、いいホテルに泊まんないと、年会費の元取れなくなってきてしまう部分はあるんですけども、 一応こういう制度がね、ございますので、この点は覚えておいてください。で、冒頭の方にですね、ポイントで5万連泊すると5泊目無料になりますよっていうね、話をさせていただいたと思うんですけれども、このポイント5連泊の中に無料資格特典1泊入れて5泊にして、みたいなことは、あの、利用することができないんですよね。まあ、併用することができないっていうことは、 覚えておいてください。で、またですね、年間400万円決済していただくと、プラチナステータスになることができますよね。で、このね、プラチナステータスをね、維持できる期間なんですけども、このね、アメックスが保証しているっていうのは、1年間っていうふうになるんですよね。ですので、アメックスに聞くと、1年間しか利用することができませんっていう回答をもらうわけなんですけども、このアメックスがね、1年間っていうのは、1年間だけ保証しているっていうふうになりますんで、マリオットボンボイのね、 ステータスの更新っていうのは、だいたい2月から3月っていうふうになりますので、マリオットアメックスプレミアムカードで年間400万円決済していただくと、プラチナステータスになることができるわけなんですけども、 翌々年のね、2月まで利用することができるっていう風になります。で、次にね、15泊の宿泊実績なんですけども、こちらね、カードを更新していただくと、15泊の宿泊実績っていうのはもらえます。これは何に使うのかっていう話なんですけども、もともとマリオットのプラチナステータスっていうのは、年間50泊マリオットに宿泊するともらえる特典なんですよね。で、 75泊になるとチタンステータス100泊になってさらに利用額達成するとアンバサダーっていうねステータスになることができるんですけどもこの15泊をもらってさらに35泊ねあの宿泊実績でプラチナステータスになると50泊っていう風になりますよねでこの宿泊実績でプラチナになるとですね年間チョイス得点っていうのはもらうことができるっていう風になりますこれね50泊のプラチナと75泊のチタンステータスになった時にもらえるわけなんですけども宿泊実績で、えー ステータスの、ね、維持されたい方向けに、このね、15泊の宿泊実績っていうのが、まあ、もらえるっていう風になってるんですよね。まあ、基本的にね、年間400万円でね、プラチナステータスになる方がね、まあ、多いかな、なんていうふうに思いますので、この年間の決済額でね、プラチナになると、この年間チョイス特典ってもらうことができないんですけども、まあ、こういった形になります。で、この年間チョイス特典に関してはですね、別の動画ね、出しておりますので、まあ、気になる方はですね、こちらね、チェックしていただければなと思います。 それでは次にですね、二位特典についてなんですけども、空港ラウンジについては同伴1名まで利用することができます。こちら家族カードにも適用されますので、ご夫婦でね、マルタ・マフィスプレミアムカード本会員と家族会員の方持ってたら、両方ともにですね、同伴1名ね、付けることができるっていうふうになりますので、4人家族の方であればカードラウンジ4人でね、利用することができるっていうふうになります。で 海外旅行保険に関しては利用負担っていう風になりまして、保証金額ね、こういった形になります。決してね、高いわけではございませんので、この点は注意してください。 で、またですね、テニモス高いサービスということで、マリオットアメックスプレミアムカードは、羽田、成田、関空、チューブで利用することができます。こちらね、メイン空港がね、ここじゃないから利用できないっていう方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、こちらね、乗り継ぎとかでもね、利用することができますので、もしね、羽田、成田、中部、関空に住んでない方も、成田とか羽田とかね、まあこういったところで、 乗り継ぐサインですね。こちらね、利用することができるっていう風になりますんで、これね、普通に利用するとね、3000円ぐらいしますんで、ぜひ利用してください。それでは次に各種プロテクションですね。マイルッアメックスプレミアムカードの場合は、キャンセルショッピングオンラインリターンスマートフォンということで、プロテクションがね、ついております。まずね、キャンセルプロテクションなんですけども、まあ、旅行の直前にね、お子様が怪我をしたとか、会社の命令で出張が入ったとかね、まあ、こういった 時にですね、キャンセルせざるを得なかった時に、このね、キャンセルプロテクションで、アメックスがね、一部代金を出してくれるっていうサービスなんですよね。 これね、コロナが始まった頃にね、非常にこれで助かった方ね、いらっしゃるのではないのかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、こういったね、キャンセルプロテクションがあります。次に、ショッピングプロテクションということでアメ、マリオとアメックスプレミアムカードで物を買ってですね、この商品購入してえ、購入後90日以内にですね、破損とか盗難とかね、受けた場合に保証してくれるサービスという風になります。で、次に、リターンプロテクションですね。インターネット等々で購入した商品に不具合があって、返品したいと思います。 よねで、も返返品品しししたたたいいいっっってててて言ったのににに購入した先ががででですすすねねねこれれを受け付け付くくなな、ね、アメックスス、ね、保証してくれるサービスっていう風になりますで次に、スマートフォンプロテクションということで、一応スマートフォンプロテクションね、このマリオトアメックスプレミアムカードついてるんですけども、3万円とかなんでね、最近のスマートフォンって本んに10万とかするじゃないですか。ですので、あんまりね、あの、保証は分厚くないんですけども、まあ一応ね、ついているっていうふうになります。で、次にね、オーバーシーズアシストということで、こちらね、名前の通り海り、 以外のレストランの予約だったり、医療機関の紹介とかね、まあこういった時にですね、24時間ね、無料で利用することができるサービスっていう風になります。それでは次にですね、レストラン特典ということで、マリオットアメックスプレミアムカードはですね、もともと SPG アメックスの時にね、ずーっとレストラン割引があったんですよね。 で、これは、えっと、ホテルプログラムの方であって、あの、カードの得点ではなかったんですよね。ですので、ずっと続くんだろうっていうふうに思ってたわけなんですけども、2022年の12月ぐらいに一回そちら終わったんですよね。 で、その後は、ホテル独自で、まあ20、20%とか30%とか、30%ないのかな ?20% とか10%とかね。まあ、こういった割引が、マリオとモムホテルの中のね、レストランが利用することができてたわけなんですけども、こちらはですね、先日ね、あの、復活ということで、マリオとアメックスプレミアムカード持ってる方はですね、10%オフでね、利用することができるっていうふうになります。で、対象ホテルとね、公式サイトについては、概要欄に載せておきますので、こちらね、気になる方はぜひね、チェックしていただければなと思います。一応、ね 解決ぐらいでね、一応終了予定っていうふうになっておりますんで、これがちょっと今後どうなるかっていうのはね、今現時点ではわからないっていうふうになります。 ということで、今回ですね、マリオットアメックスプレミアムカードを徹底解説2024年版ね、やらせていただいたわけなんですけども、まあ、1年間でね、結構いろいろ変わりますよね。まず、ユナイテッド航空のマイルの交換レートね、今までは6万ポイントで27,500マイルだったのが、3万マイルになって、3万マイルになって即時交換になったんですよね。すごい良くなったと思ったらですね、国際線の必要マイル数ね、1.5倍ぐらいまで上がっちゃったりね、して、本当にね、いろんなところで 変更は行われましたよねアラスカ航空のマイルに関しても一応ね今のマイレージチャートがえっと去年の3月ぐらいに変わったんですけどもまたね今年の3月にも変わるんですよねですのでまあこちらもねちょっとどういった感じになるかね私の予想でね動画を出させていただいたんですけども変更になるんですよね本当に1年間でねいろいろありますよねでまたねマリオットボンブホテルに関してはですねラスベガスでね有名なあのベラージオってホテルあるじゃないですか噴水が有名なね あのベラージオグループもマリオットとね、長期ライセンスね、契約して、年明けからね、あの、開始になるっていう話ですので、もうしばらくしたらね、予約できるようになるのではないかと思ってるんですけども、本当はね、2023年年内にね、あの、開始になるはずだったんですけども、なんか、 サイバー攻撃かなんかでね、あの延期になってるんですよね。あのベラージオがね、マリオットボムホテル参加するっていうふうになりますんで、まああちらでもですね、マリオットのプラチナステータス以上でね、まあ朝食とかラウンジとかね、まあラウンジあるかどうかちょっとわかんないですけども、まあ利用することができるっていうふうになりますんでね、こちら非常に楽しみですよね。ぜひこれからね、発行される方、保有されてる方ですね、参考にね、していただければなぁと。 思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 これからね、マイル貯めようっていう方で、どのマイルをね、貯めていいかわかんないっていう方は、私のね、LINE 公式アカウントでマイル診断始めましたので、こちら無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ